1900年代初頭に撮影されたチーパーを着ている男性立襟、縦襟は折り返らずに立った仕立て方の襟の総称。マンダリンカラー、バンドカラー、チョーカーカラーとも言う。立襟は一般に襟の先端が水平だが、そうではないものはネルーカラーとも呼ばれる。前合わせがホックやボタン、ストラップなどで止められたり、形を整えるための芯材が入ることもある。 古くは北アジアの遊牧、騎馬所民族の衣服に立入りが広く用いられていた。その本来の機能は、警部の保護ないし保温ではなかったかと思われる。立入りは、刃物や弓矢などによる攻撃からの防御に効果的であるからである。世界各国の服飾に広く立入りが導入されたのは、近代国家の根幹をなす制度や、組織の征服で採用されていったためである。 戦国時代から江戸初期の日本では南蛮貿易を通じて、主としてマカオ・マニラ経由でヨーロッパ人の衣服が持ち込まれ、帽子、マント、左衣の肌着などのいわゆる南蛮装束が流行した。特に当時作られたジンバオリの中には襟部分にヨーロッパの影響を受けた立襟の仕立てを行っている事例がある。世界各国の軍服の上着は、 19世紀までは立襟が主流であったが、20世紀に入り、勤務服、戦闘服は立折襟、ついで解禁ネクタイ式の下てが一般的となり、現在は主に礼服に用いられている。一方、世界各国の海軍の夏用勤務服には、現在でも白い生地の立襟の上着を用いる場合が多い。海軍飛行予下練習生は7つボタンの立。 襟制服を採用しており、制度を引き継いだ、海上自衛隊の航空学生にも引き続き、採用されている。なお、航空学生は、女性隊員も立襟制服を着用する。現在は率折り襟仕立てが主流であるワイシャツも19世紀から20世紀初頭まで割率襟が主流であり、明治時代の日本において、灰からの光源となった。日本の学生服のうち、中学、 高校生の男子冬用制服には長らく黒生地、5つ、ボタンの立りの上着、ズボンの上下が最も一般的に用いられ、単に学生服といえばこのタイプの服を指したほどであったが、近年立襟、立折り襟の制服は、ブレザータイプのものに変更される傾向にある。なお、学習院など一部の男子制服は立襟で、前合わせをホックで止める、旧海軍式である。また、 防衛大学校学生の制服割りツエリーで前合わせをボタンではなくジッパーで止める独特の仕立てとなっている。私立を中心とする一部の中学、高校の男子制服にもこのようなものが見られる。現在インドにおいて割りツエリーの上着が男子用清掃として用いられている。この上着を別名マオカラースーツと呼ぶ。現在活躍中の著名人では 料理研究家の服部幸男や政治家の羽田勤、芸人のドクマムシサンダユーマリツエリタイプのマオカラースーツを好んで着用している。アメリカ陸軍が採用しているエイ氏名彩服は装備の着脱を容易にするためリツエリ状になっている。アメリカ海兵隊の清掃はブルードレスと呼ばれるリツエリとなっている。これは百九十八年に 海兵隊が再建された際、刃物から首を守る防具として、革製のカラーが支給されたことに由来する。このため海兵隊員は、レザーネックスとも呼ばれる。1から2センチメートル程度の低い率襟は、襟なしと呼ばれることもある。野球、サッカー、ラグビー等のユニフォームにおいて、ごく低い飾り程度の率襟が付与されることがある。 田中1982、ファッションの流行や修儀不修儀の TPO にも関係なく急な不法で駆けつけた際にも親族から失礼と思われないので、普段着にしていれば背広も礼服も不要で便利だという理由。ありがとうございます。